方わからんと思ったら、なんかこれ地下から行けんのかな。そうみたい。全然わかんなくて、人の波についてきたら、あった、こっから降りていくといいらしい。よし、行きましょう。地下道抜けてった店舗入り口こっちらしい。出てきたら地図的にはもうショッピングモールって書いてたんだけど、どうなんだろう、わかんないね。地下道を抜けて階段上がってきたら出てきました。え、これ駐車場？ショッピングモールと思ったら駐車場？なんかこっちっぽいよね。とりあえず向かっていきましょう。入り口へ向かうにはこの駐車場抜けてからっぽい。あ、すごい。あ、これか。そっか、これがメインの建物。とりあえずね、ララポとアウトレットが一緒になってるっていうの不思議なんだけど、アウトレット目当てで来たんで、2階かな、確か2階になってたと思うから、まず2階に向かおうかなと思います。はい、皆さんこんにちは、だからです。ということで、三井アウトレットパークと、なんだっけ、ララポの大阪門真ついにオープンですよ。プレオープンにやってまいりました。イエーイ。なんかね、ポイントカード持ってるからかな、なんか事前に入れる招待状をいただいたんですよ。で、プレオープンは招待状がないとちょっと入れないみたいなんですけど、来週から17日からグランドオープンで、まあ誰でも入れるよっていうことみたいです。ということで早速行ってみましょう。レッツゴー。危ない、落としそうだった、撮影するのに。2階に行きます。アウトレットは2階のフロアらしいので、なんか不思議だよね、普通のショッピングモールとアウトレットのエリアが同じ建物に入ってるって。すごい、結構人多いね。そう、招待制だから、招待制っていうか、あの招待状持ってる人しか入れないはずなのに、すごい混んでます。結構人多い。とりあえず一周ぐるっとしようかなと思います。で、ある程度ぐるっとしてめぼしいお店見つけて、まあショッピングしたら、ちょっとフードコートとか休憩と食事兼ねて、そっちのフード系も見てみたいなと思います。最近よく身につけているポーチありました。せっかくなので覗いてこようかなと。今日のブーツとバッグもポーチさんです。どんなのだ、え、すごい、70パーフラってすごいね。中の方に来るとちょっとだけ空いてるのかな、なんかこんな感じになって息抜けで、なんかフリーで休めそうなところもありました。あんなところに1階にスタバがあった。めっちゃ混んでるね。でも上にもある、こんな感じになってる、すごいね。アンダーマーとかトビーフィルフィガーとかもありますね。なんかちょっと空いてきたかな。今5時半ぐらいなんですよね。この時間が狙い目なのかな。ちょっと空いてきた感じする。ちょっと歩き疲れたので、そろそろ何か食べようかなと、フードテラスへやってまいりました。これ3階ですね、建物。こんな感じ。なんかあるかな、合うやつ。あとでラルフズコーヒーには行きたいんですけどね。何ミッキー、スムージー、え、なんだろう、何食べよう。ちょっと気分に合うものがあればいいんですけど、どうしようかな。あっち気になるね、台湾っぽいあの提灯、なんだろう。今かわいい提灯が、アジアご飯だって。あっちはビビンバか。めっちゃ気になるな、この辺。ここラーメンゾーン、すごいすごい人気です。ここの鮮丼、店頭も結構列できてて、あっちの鳥もちょっと気になるんですけどね。で、その奥がステーキですね。韓国料理したんですけど、めちゃくちゃ待ちました。大行列でした、やばい。これがなんだっけ、サムゲタンとビビンバのセットです。ちょっとね、並ぶのに疲れすぎたんで、早速いただきます。ここなんかね、フードコートの上、カフェとロゴスのカフェがあるの？なんかガーデン、テラスガーデンのような、あ、ルーフトップガーデンって書いてるので、ちょっと見に行ってみようかなと思います。
ちょっとご飯食べたら元気になりました。思ってたよりお腹空いてたみたい。すごいじゃん。あ、すごい。本当に公園、子供たちがめっちゃ遊んでる。すごいわ。こうなんだ。書いてたロゴスカフェ、めっちゃかわいい。なんかテントで食べれるみたい。シートテントっぽい。今度来たいな。ちょっと今日はどうしよう、ラルフの方がいいな、どっちしようかな、悩む。なんか公園になっててね、ちびっ子たちがめっちゃ遊んでます。こんな感じ。結局ね、テントで食べたいなと思ってロゴスカフェ入ってしまいました。すごいね、めっちゃかわいい。こういうなんかエンジョイポンポ駄菓子屋さんあるみたい。すごいね、これすごいレトロでめっちゃかわいい。これ後で写真撮りたい。それでね、このテントで食べれるのすごいよね。こういう開放的なところもあるんだけど、だからまさかのちょっと隠れ家風がないと入れない、めっちゃ入りにくいとこ選ぶっていう、ここにしました。ここでね、ちょっとキャンプ気分味わおうかなと思います。なんだかな、クロワッサン、クロワッサンドーナツ、ちょっと冷たいって言ってました。これと両方とも中身はホットの抹茶ラテです。なんか楽しいよ本当に、テントの中で食べるの。こうやってキャンプ普段しないからキャンプ気分味わえてすごいね。テントなんか天井高いしすごいね。あ、入りましたね。これで回していただいたら出てくると思います。これが今ロゴスでやってるなりすましっていう、ということで、これから来るのにまあまあ参考になったやんっていう人は、もちろんそうじゃなかった人もぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 See you next movie。 テント内からです。